はい、こんにちは、山田武史です。この間2014年のね、近未来予測を喋りましたんで、2015年のことをちょっと喋ってみようかなと思います。当たるか当たらないかはどうでもよくて、それを参考に、あなたの日々の生活、今日からの生活を変えていけばいいだけなので、はい、参考にしてみてください。環境の調整が始まってくると。で、まあもしかもう始まってるような気がしますけど、で、9月に、なんか2012年問題ってあったの、12月なんとかとか、あれが2016年だった、15年だったとかいう説もあったりするのかな、確か。で、まあデフォルト、日本がデフォルトが起きるかもって言ってる人もいたりとか、まあそれこそ本当にスピリチュアルとかアセンション系やらちょっと怪しい人ではなくて、普通に経済コンサルタントとか、その辺が言ったりしてることなんですね。で、映画でもなってたかな、その辺も、確か。で、新しい時代に入る、サイクルだということも言われています。で、面白いのが、あの20世紀少年とかあるじゃないですか。あそこら辺も2015年のこと言ってたりとか、あとエヴァンゲリオンもずっと前からの、テレビとかでしたけど、それも2015年のことを言ってると。で、アトムってあるじゃないですか。鉄腕アトム。鉄腕アトムも神様になりましたけど、そこも、2015年のことを言ってるんですよ。で、やっぱりああいうストーリー書いたりする人って、なんかチャネリングじゃないけど、なんかつながってるのか分かんないけど、そういう何かをつかみ取る、ものもあるのかもしれませんね。で、人類滅亡説、9月か。まあ、9月始まりとか、あと天秤、水が目座になってくるのか、だから、水関係でいろいろ起きてくるとか、あとあそこの今もうすでにびっくりしますけど、あそこのこの島ができて合体したりしてだんだんでかくなってるじゃないですか。ああいう風にもっと大きなレムリア大陸というか、あそこにかどうかわかんないけど、いろんなものが多く出てくるとか、あと出てくるっていうことはバランスを取って沈むところもあるとか、そういうことも言われたりしてるんで、まあ、それを気にしてどこの国に住むかとか、そういうのも、だから日本が今危ないように思うかもしれなくて出ていく人も多いと思うんです。ただ僕はあんまりお勧めしないかなと思ってます。まあなんでかっていうのは、日本が意外にっていうか、深くは言いませんけど、あとエヴァンゲリオンでも秋がなくなるって言ってるんですよ、その時代のことでね、時代の時に。で、実際確かに僕らね、冬と夏がすごい、冬と夏だけになってみたいだよね、その間があんまりなくなってきた感覚もあると思います。で、2015年5月とかね、言ってる人もいますし、まあこれは何が起きるかは言わないですけど、あんまり言いすぎるとね、なんか脅してるように思う人も、聞こえちゃう人もいるんで、っていうふうにまあいろいろ起きてくるんで、で僕は2014年、15年から16年、15年16年が僕は本番だと思ってます。ですから2014年に、対策をしておかないといけないと。で、じゃあ対策するには何がいいのかっていうと、そこからはまたここにも意味があるんですけど、まあそれはいいんですけど、また、次回お話しさせていただきます、どういう対策をしていけばいいか、どういうふうに生きていけばいいかということをお話します。以上です。ありがとうございます。